北の内たちのハルです。引っ越しました。3月にも入って、まあ新生活も始まってね、引っ越しとかも多いと思うんですけど、まあ、最近よくね、YouTuber さんとか引っ越しですけど、僕もようやく引っ越すことができました。もう大変だった。もう荷造りして、荷物出して、もう家具置いて、もう本当大変でした。まあ、というわけで、まあ、ここがね、撮影場所兼、まあ、僕が住む家になってくるので、まあ、今日は第一本の動画なんで、早速ね、まあ、どんな家なのかっていうのを見ていこうかなと思います。まあ、いわゆるルームツアーですね。じゃあ早速、行ってみましょう。ほい、じゃあ早速やっていきましょう。まあ、別にね、全然普通の家なんですけど、まあ、そのがっつりルームツアーとかはね、あんまする気なかったんですけど、まあ、軽く入ってこんな感じですね。で、まあ、リビングがここにありまして、まあ、こんな感じですね。普通にここが、まあ、テレビがね、ないんですよ。テレビをあそこに置きたい。壁が白い。で、ここにお尻があって、ここはなんか撮影使う道具とかいる場所ですね。で、こうやって若干あるんですけど。こんな感じですね。こんな感じで、これが、撮影器具とか入れるところですね。で、やっぱね、これテレビ置きたいんですよ。まあテレビないんですけど、でまあね、これとかもずっと使ってたんで、やりくん捨てたい。でこんな感じですね。こんな感じです。でこっちがキッチンになります。まあキッチンですね。キッチン別にいだって普通ですね。何も特徴ない。まあでも今までずっと空いちゃったんで、ちょっとガスっていうのが嬉しいですね。チャーハン作れる。でもこんな感じで冷蔵庫あって、まあこんな感じですね。何も特徴ないですね。キッチンこんな感じで、で次こっちの部屋なんですけど、まあ、2部屋ありまして、こっちが撮影部屋ですね。まだ明かりないんで、ちょっとそう、明かりがないんですよ。明かりがないからもう真っ暗です。で、まあ、機材とかこっちに置くんですけど、ここに広告スキップちゃんと貼ってきました。ちゃんとね、よし、まあこんな感じですね。まだ全然散らかってんですけどでこっちの部屋が寝室兼練習部屋って感じなんですけど、まあまだ何もないです。家具何もないです。ベッドもまだ届かないんですよね。東海パンツだったまあ何もないですよ。こっちも、まあ、別に得意なもんもないですね。暗いし、まあ普通ですね。で前の家より断然収納が増えたんで、それは嬉しいですね。でこっちはまあ鏡がありまして、まあ何も別に特徴ないですね。ほい。で、こっちはまあ、風呂とかですね。トイレとか。よいしょ。おぉ、これなんかルームツアーっぽいですね。このアングル。で、こっちトイレで。よいしょ。まあ、やっとね、ウォシュレットがついたんですよ。これ嬉しいですね。で、まあ、トイレはこんな感じで。で、風呂っすね。まあ、風呂見せる必要あるかなって話なんですけど、まあ、撮影とかで使うかもしれないんで。よいしょ。まあ、風呂は。こんな感じですね。大体まあ何の特徴もない。まあ白っていうのが、まあ、僕は好きですけどね。というわけでこんな感じで、ルームツアー終わります。まあそんなにね、他の YouTuber さんみたいにただってるみたいな感じは家じゃないんですけど、まあ前よりはね断然撮りやすくなったので、まあ今後はねこういう撮影していくので、まあ引き続きね新居での動画楽しんで。企画か。はい。ん？はい。はい。というわけで、以上がルームツアーになります。まあ、軽くですけどね、全然、まだ散らかってるし、あんまりね、家具とかないんですけど。
いや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 じゃねえよ。いい家じゃないですか。まあさっき俺もねちょっとルームの方ツアーもらったんだけどね。いやいたの。え、じゃ映ってるってこと？え、映ってると思うよカメラの中に。マジ？俺いたもんその場に。え、でも寝室とかいろいろ見てたっしょ。もういいよいいよいいよ。まあまた新しくね新居の動画皆さんよろしくお願いしまーす。お願いしまーす。東京マジ高えな。うん、試しにさ、同じ値段で北海道の家調べてみたの。うん。もう豪邸。本当に、土地だけあるからな。6LDK という謎の間取りが出てきたもんな。いつか北海道に別荘建てましょう、本当に。それ。